ですね、あの前回骨盤を締める動画でちょっとご質問があったんですけれども、自分は足を上にした時に開くのではなくてちょっと内側になってるよっていうご意見があったんですね。この内側になってしまってるよと。で、内側になってる方もですね、柔軟性を高めないと膝を痛めたり股関節を痛めてしまう可能性があるので、その内側にこう上を足上向きでね、仰向けで寝ていただいた状態でですね、あの足がこう内に入ってしまう方に向けてですね、あのちょっとストレッチを簡単にやっていきたいなと思います。お願いします。まずですね、あのうつ伏せになっていただくんですけれども、このうつ伏せになっていただいたときに、すべての運動そうなんですが、腰が反らないようにしていただきたいんですね。寝た状態で腰が反らないようにするためにですね、枕とかですね、を、中に、ちょっと胸の下とかに引いていただいて、ちょっと腰が反らないように注意だけしてください。はい、わかりました。でですね、あのカエルのような形で、ちょっとこう、開いていく形ですね。はい、逆側を開きましょうか。うん。開いていく形ですね。で、ダラーンとしていただいて、腰が反らないように注意をしていただいて、で、これでだいたい1分ぐらいですね、あの伸ばしていただく。うん。で、それでもまだあのちょっと内に向いてしまうなと思ったら、あの全然やりすぎていただいてもいいですね。あのこの腰が反ってなければそんなに負荷はかからないので、しっかりとやっていただくとか。どうですか、前伸びてますか？めっちゃ伸びてます、これ。うん。めっちゃ伸びてますね。で、あのこのままの状態でも、いや、まだまだいけるよってことだったら、少しもう少しだけ角度をきつくして、うん、やっていただくという形ですね。でも全然この状態でだらーんとして寝てもらったりとかすると、上に向いた時に足がこう今なってたのがこうね、あの柔軟性が高めていただくっていうこと。股関節っていうのはやっぱりその可動域が、あの多動関節っていろんな方向に向く関節ではあるんですけども、ちょっとあの筋肉がたくさんあってですね、あのちょっと収縮しがちなので、しっかりとこのような形で前側も伸ばしていただくということが大事ですね。はい、わかりました。ありがとうございますこんな感じでぜひストレッチ試してみてください。試してみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。本日はたくさんの YouTube チャンネルがある中、私たちの動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。私たちのチャンネルは週1回から2回の配信を目標にしております。しております。もし少しでも参考になったなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録で気楽にコメントをよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。